産め、石燕の描いた産めの文字は枯渇鳥とも読むことができる。枯渇鳥は元をたどれば中国の妖怪で、毛を着ている時は鳥の姿、毛を脱ぐと女の姿になり、赤ん坊のような鳴き声で鳴くという。夜になると飛び回り、子供の着物が干してあるのを見つけると血で印をつける。その印をつけられた子供は魂を奪われて死んでしまうと言われている。そしてこの枯渇鳥の正体は、難産で死んだ産婦が化けたものだという説もある。この中国の伝承と似た話が茨城県にも伝わっている。ウバメ鳥である。子供の着物を夜干していると、ウバメ鳥が自分の子供の着物だと思い、その着物に毒のある乳で印をつけると言われている。枯渇鳥も産めも、難産で死んでしまった産婦が化けたものとされ、その共通点から江戸時代に同一視されたと考えられている。石燕が描いた産めの姿は日本の妖怪産めそのものである。産めは産めとも言われ、日本各地に多くの伝承を残し、その多くの場合血に染まった腰巻きをまとい、赤ん坊を抱いて道行く人に抱いてくれと頼んでくる。古くは今昔物語集にも残されており、源頼光四天王の一人平末武が川を渡る途中、産めに赤ん坊を渡され、気がつくとその赤ん坊は木の葉になっていたのだという。類似の伝承では赤ん坊が石や石とお地蔵様、わらうち棒などに変わっている。この赤ん坊を受け取らずに逃げると、たたりによって悪寒と高熱に侵されて死に至る場合もあるのだという。しかしこの産めから逃れる方法も伝承には残されており、トノイグサには舞を産めが現れる場所にふんどしを置いておくと現れなくなったという話がある。福島県にはおぼと呼ばれる産めがおり、赤ん坊を抱いてしまうと喉を噛まれると言われ、赤ん坊の顔を反対側に向けて抱くと噛まれずに済むのだという。また身につけている布切れを投げつけると、おぼがそれに気を取られている隙に逃げることができるという。愛媛県では死んだ赤ん坊を包みに入れて捨てたといわれる川から赤ん坊の声が聞こえて、夜道を行く人の足がもつれる怪異を産めと言い、履いている草履を投げつけるとその声が止むのだと言われていた。産めの話は悪いことが起きるばかりではない。赤ん坊を受け取ることにより大力を授かったという話も残っており、大力を授かった男が力士として出世したとも、受け取った代力が
代々女子に受け継がれていくとも伝わっている。福島県の円蔵寺にまつわる小菩提観音伝説では、五代目馬場久左衛門という男が五穀豊穣と子孫繁栄を願い、福満虚空蔵尊に牛の穀参りをしていた。そうして願いが成就すると言われる満願の夜、最後の早坂峠に差し掛かった時、赤ん坊を抱いた女に出会った。女は、髪を結う間、この子を抱いていただけませんか？という。久左衛門は、もののけではないかと怪しんだが、赤ん坊を泣かしては命がないと思い、赤ん坊の顔を外向きに受け取ると、自分の羽織の紐を赤ん坊の顔の前に垂らしてあやしてやった。赤ん坊はその紐で夢中になって遊んでいる。やがて東の空が白み始めて、一番鳥が鳴き出す頃、やっと女の髪が結い終わって、よくぞこの子を泣かせずにあやしてくれました、大変お世話になりました、と言って、女はかき消すように消えてしまった。久左衛門の腕の中には赤ん坊の代わりに金の重ね持ちが抱かれていたのだという。久左衛門がこれを持ち帰り大切に扱ったところ、馬場家には次々と良いことが舞い込んで長者となり、後にこの地に小菩提観音をお祭りしたということである。自らの命と身ごもった赤ん坊の命を一緒に亡くした母親の悲しみは計り知ることができない。子は皆の宝である。産めに赤ん坊を託された時、私たちはどうすればよいだろうか。